くり新作 PV、 ツッコミが追いつかない。最新 PV だと諸に東大寺の大仏らしきものが出てきているんだが、放浪の一点ですでに話し合いしてたんじゃないのか。また変なタリー作ってるし、新しく公開される情報がどれもバカみたいなのって逆にすごいわ。このゲームの開発4年かかったんだって？無駄な4年だったね。立石も時代劇現象の煽りで不足してるらしいね。 UBI も4年なんしてたんだろうな。4年言うてもその中でパワハラ問題とか内部のごたごた騒動あったから開発フルにできてたかは怪しいわ。その当時に抜けたった社員の証言が本当ならトップがコロコロ作品の方向性変えるから開発元の方向性で作ってるんだかよくわからないってくらい混沌としてたらしいし、対馬もマジモンの剣術家が見るとキャラのモーションや構えがコスプレイヤーの剣術ごっこに見えるとは聞いたが、それと比較してももうちょっと直江の必殺技はどうにかならんかったんか。当時の河原ってくっそ薄いので上を歩こうものなら割れまくって大惨事になるんだよ。直江は前転がして無敵無判定になることにより割れるのを回避してるってわけ。マジで劣化島でしかねえ。モーションもグラフィックもエフェクトもことごとくしょぼい。島と比較できるレベルに到達してない。これ後ろのやつ例の二条城のだよな。分かりやすいぐらいのダメージコントロール明らかにトーンダウンしてる。シリーズ初登場の実在の歴史上の侍ヤスケ。ヤスケはアサシンクリード初の歴史的主人公です。あからさまにヤスケの露出を抑えてるな。10万のアンチと下がり続ける株価はさすがに答えたのか。心なしかインタビューに答えてる開発の顔つきが神妙になっててくさ。絶対に許さねえからな UBI。 公開と同時に一斉に書き込まれる高評価コメント、なおだな。再生回数5000でライク2500、今時中華でもここまでやらんわ。バレバレ業者オツ。レギュアーに賄賂としてディズニー旅行を送ってんのが公にバレてるくらいだしな。そらやってる会社もあるだろうにバレてんの何気に UBI クオリティやなって。直江さん、ちゃんとノートできてないけど大丈夫そう？見てる間にいいねがどんどん増えてくのよ。再生回数といいねの推移を見守ろう。純粋に直江の黒さはモード風キルムーブみたいなやつがダサすぎてビビった。下半身固定で上半身だけ一生懸命ブンブンしてんのひどすぎだろ。なんか既視感あると思ったら直江のキルムーブ昔の格ゲーの必殺技のクオリティだな。コメディ要素いらんのよ。ステマに予算消費しすぎてグラムキャラモーション作り込めませんでした。ヤスケはシリーズ主人公初の歴史上の実在人物です。ヤスケについて分かっていることはわずかですが、そこからキャラクターを作り上げるというのはチームにとって非常に心躍る取り組みでした。どんな状況でも戦って道を切り開けますが非常に頭脳明晰な人物でもあります。常に尊厳と存在感を持つキャラクターですね。シャドウズはステルスを中核にとか言いつつヤスケというパワーキャラ主人公にしたのわけわかんねえな。しかも無理やり頭脳明晰で威厳のある侍にしてまで。ヤスケが巻物に縦向きに書道するシーンは残ってるな。なんかの伏線なのか。ヤスケ壁抜けの術、どう見ても隙間ないところ抜けてる。馬から降りる時の円錐切りと同じだな。最新 PV、 直江に最高でクールな華麗なパルクールをさせるために多くの時間を費やしました。本当を？ジャンプの度に無駄な回転するのが UBI にとってクールな忍者パルクールなのか。終わってるな。直江のパルクールって過去作の使い回しが判明してなかったっけ。ジンのロックオンすれば吸い込まれるように下の敵を差し貫く誉れブーストはネタとして爆笑できたんだがな。直江の無駄にアクロバティックな回転ジャンプは劣化スパイダーマンとした。4つ割りのしない振っててくさ。相変わらず時代を超越してるな。エデンのかけらか何か。冬の場面で息白くて寒そうな割に薄着なのも気になるな。 TV いまいち。今度は東大寺の権利侵害してる可能性あるなら UBI 何も反省してないな。歴史的建築物を CG モデリングするのって著作権違反なのか。当寺に関わる画像の広告使用、商業、営利目的での日使用はご遠慮ください。このように注意書きがされているので基本的に無許可では商用利用できないはず。すでに大仏殿の八角灯籠を別の寺の前に使用していることが指摘されて、東大寺側も問題を把握して確認を取っている最中らしい。ここに来て大仏殿をそのまま使ってるっぽいから、知らずにこれを公開してるんだったらマジで UBI が問題を把握してない可能性出てきている。忍びの名前は伝説的ないが忍びである藤林正康の想像上の娘です。中略、直江に最高にクールで華麗なパルクールをさせるために多くの時間を費やしました。ゲーム内では狭い隙間に入ったり泥の中を張って進んだり様々な手段で敵の視界から消えることができます。やっぱり屋根に非常口あるんだが何なのこれ。あのコンセプトアートの謎非常口あるんかよ。
これはさすがに草はいるわ。あったよ、非常口。屋根の謎扉、絵だけじゃなくてゲーム内にもあるのかよ草。ゲーム的に侵入路が必要だとしてもここでよくない。こういうのが実際あったかどうか俺は知らんけどさ。なんかのゲームでは軒下の窓から出入りしてた記憶あるから窓で良いんじゃないかね。わざわざここに侵入経路を作る意味はあんまりわからない。見栄え？雨漏り発生装置じゃん。そもそも城が攻められてる時に上に逃げてどうすんだよ。屋根に天窓みたいな入り口つけてるけど雨漏りしそうだな。これぶっちゃけクオリティ低いな。ポリコレうんぬんがなくてもこれじゃ。安気だいぶわろた。パワー系すぎわろた。途中で急加速しててくさ。これ等速なの？重力壊れてるだろ。ヤスケがドズって感じで全然積まれてないワアの小山に落ちてもろりと横から生まれてきて行ってみたいに身体払うの笑う。屋根から起きるヤスケ。 UBI が散々最近まで歴史的に正確って勝手に主張しててそれに切れる形で炎上してんのに批判派が求めてる形歴史に忠実と違って切れてるみたいな捏造されてんの謎。 DV コメントで朝栗用語がまともに遊べるんだから日本の再現性なんかどうでもいいとかむちゃくちゃなこと言い出しててくさ。そこまで言ったらそれはもうただのネガティブキャンペーンなのよ。そしてまた株がイーグルダイブ。日本人にビビってる開発って感じが伝わってくる。あれだけ散々挑発してきたのに背景を和風にしてまですり寄ってくるなよ。もうフランス人はしばらく日本人に距離を取られることを覚悟した方が良い。ヤスケが大仏を新人深層に拝んでるシーンがあって何か思うところがあったんだろうか。賢くて日本に造形が深い外人代表みたいな仕草だなと思って笑ってたわ。ヤスケを新しいブラックパンサー的ヒーローにしたら大儲けって話がここまでこじれたのはやはり白人の自己満足でポリコレおもちゃにしたからだよね。あんなのがドスドス歩いたら屋根抜けるんじゃないか。障子が浮いてる？頼むから PV のチェックぐらいちゃんとして。くそ、マジで予算ないだろ。その絵でステマとポリコレコンサルには払ってんのかな。マジだ、めっちゃ障子が浮いてる。さすが UBI、 発売前からバグってやがる。 PV くらいは頑張れよ。くさくさ、 PV の時点でバグってるの？煽りじゃなく真面目に発売延期して作り直した方がいい。 PV でこんなバグ出るなら本編はまともに遊べないクソゲーオブザイヤーレベルだろ。ヤスケのダイブ、動画の中でも代わりにヤスケは動きが鈍いですみたいに言ってる時に流れてるからあんまり見た目に美しくないし苦手な行動として作られてるのはわかるんだけど、それはそれとして鎧着てあの速度で背中から行ったらただただシンプルに死ぬだろって思っちゃう。創作としては藁に突っ込んで全く減速してないように見えるのが一番ダメな気がする。飛び降りても無事なことに対する懸念足的な意味でね。建材が腐れそうな雨漏り発生扉に浮遊障子か。すごい城だな。文化投与したいだけのゲームのふりした何かだからな。侍は黒人のものだって洗脳できればそれでいい。なぜ日本人は侍を自分たちの専用だと勝手に思ってるんだよって煽るためでしかない。低予算の疑いがどんどん膨らんでいく。開発費の大半がどっかのコンサルに流れてそう。これバグで浮いちゃってるんじゃないよね。障子の仕組みを理解してないのか、上から吊るされてると思ってるのか。監修どころか知識ゼロ思い込みだけで作ってるだろこれ。レイシストババ、ヤスケについて分かっていることはわずかですが、そこからキャラクターを作ることは非常に心躍る取り組みでした。そのわずかな資料に書かれていることを全無視した結果があの汚ねえヤスケなんだよな。銃弾までバグって撃つ前から空中に浮きっぱなしなのか。なんでこの状態で PV に乗せようと思った。銃弾もひどいけど扉と階段がずれてるのもなかなか。草、踏み外して落下し、鉄砲の弾がおかしい。階段がずれてる。あんなところに旗は立てない。旗の土台もおかしい。鉄砲兵が立ってる木組み。床、どうやって支えてるんだ。鉄砲の弾も火薬も予備も見当たらない。壁の様、鉄砲用の穴が小さすぎる。軒が瓦屋根なのに大ラブがかやぶき。石の入ったカゴは何に使うのか。マーカット身の問題点はこれぐらいだから少ないな。やっぱ障子が自動ドアになってるよな。手使って開くモーションすらない。ヤスケがフルスイングしてた動画でも自動ドアになってるシーンあったよな確か。足で開けてるかも。スカ開けて即ぶった切ること考えたら足で開けててもおかしくない。それならあんな滑らかに開かないとは思うが。新しく PV が公開されても炎上メタが追加されるだけだろと言われて吐いたが、まさかテクオリティさを補強してくるとは思わんじゃん。 PS2 くらいの頃ってよくすり抜け映像あったよね。 UBI 恒例のバグさえは免れそうもないどころかいつもよりひどいかもしれんな。戦国時代に自動ドアが存在したんでしょうか。
職人さんが頑張ってこういうの作ったんだよ。軽トラやガードレールを作れる技術力があるんだぞ。自動ドアぐらいで驚くなよ。UBI 世界戦の明治維新はきっとモビルスーツとか使って戦ってたはずだ。忍びにはもっと忍者とか忍者的なファンタジーを入れ込んだ方が映えるし、逆に侍はしっかり侍しかとしてた方がかっこいいのよな。日常の中に甲冑はかっこ悪い。屋根登ったりするのは特にクソかっこ悪い。なんかここまでバグっぽいのが散見されるの見ると、シャドウズ開発チーム自体が相当やばいっぽいね。 PV でこれだとセーブ破壊バグとか進行不能バグみたいな笑えない系バグもすごそうで怖いね。新映像にも相変わらず日本語の否定コメントに日本人のなりすまし認定するやつ湧いてるな。リリース前に開発期間の長さをアピールする作品は大体つまらないんだよな。ぶっちゃけ自分はプレイアブルな空間で障子を開けるモーションが省略されてても叩く気にはならんけど、浮いてるのはマジで何なんだよ。軽トラやガードレールがあるんだからリニア障子くらいあるだろ。いろんなところで思うけど、鎌にエングレーブ施すのは日本のセンスじゃねえよな。見直して気づいたんだけど、アサシン教団のマーク入っとるな。伊賀の里は日本に伝来したアサシン教団だった設定なんだっけ。なんでそんな西洋風の彫刻がボテボテ入った鎖鎌なんか持ってんですかね。朝栗史上最もダサい武器はコナンの斧だと思う。教団マークそのままのやつ。主人公が指して魅力的じゃない上に背後に透けたクソデカ市長がチラチラ見えるのがもう致命的。これ系のゲームで感情移入できないのやばない。対抗馬がいない時ならいざ知らず、今は赤狼も対馬もあるんだし、裏だけでも作り込まないとあかんやろ。なんで今更 PS2 天地よりはマシかなくらいやね。トレーラーって普通は良い部分だけを限界まで持って見せるものだから、それでこれってことは実際のゲーム内容はもっとひどいと考えて間違いないね。ましてや UBI みたいにトレーラーに力入れて勝負することで有名な会社ならなおさらのこと。